皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。皆さんいろいろ撮影をしていく中で収納ってすごい大事ですよね。私もね、星撮ったりとか、タイムラプス撮ったりとかっていう、写真家を一応名乗ってるんですけど、実際仕事の中では動画を撮影したりとかっていうこともあったりとか、あとライブ配信ね、ライブ配信の仕事があったりとか、いろいろ仕事の幅が広がってはいるんですけど、そうすると持っていくものとか運ぶ機材の量がおのずと増える。車で移動できる時ならいいんですけど、車を使えない時に、公共交通機関で仕事に行く時とかってある程度こう荷物をまとめて行かないといけないじゃないですか。でそういう時に今回使う道具みたいな感じでこういろいろカメラバッグとかに詰めていくと、どうしても自分がこう入れたいものが入れたいスペースの中に収まらないっていうのかな、っていう感じで結構収納に苦労されてるというか、頭を使う方、使うことって多いと思うんですよ。で今日はですね、そんな中でこれめっちゃ便利なんじゃねえのっていうアイテムをご紹介したいと思います。それがこれですね、パッキングニット&ゴーっていう商品なんですね。めちゃめちゃ伸びる布で、何でもかんでもくるめてしまうっていうやつなんですけど、この間のライブ配信でちょろっとお見せしたんですけど、最初はへーぐらいで思ってたんですけど、実際使ってみると、あれこれ思ってたよりもずっと使い勝手がいいかもしれないっていう感じで、2週間ぐらい使ってみてですね、この商品結構いいぞと思ったので皆さんにご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。ご提供いただいております。今回私がご提供いただいたのは&GO 基本の3種類セットっていうやつと、それからもうプラスワンですね、GO スクエア W 厚地長方形タイプっていうのかなっていうのをご提供いただきました。でこれ何かというと、基本的な使い方を説明するとですね、例えばこういうレンズあるじゃないですか、レンズ、こういうレンズね、こういうレンズをこの中に入れましてですね、ビヨンと伸びる生地なので、こうやってくるんで持ってきますよと。割と機材を持ち運ぶ時とかって、自分もそうなんですけど、あまり丁寧に扱わないんですよね。だから煩雑に扱うことが多くて、だから結構ね傷つくこと多いんですけど、こういうようにくるんでおくと傷がつきませんよねというようなやつですね。であとここにあるようなこういうカメラですよ、こういうカメラですね。このカメラもちょっとこれ余計なフードがついてますね。これやりますけど、これが合うのかな、ギュッと引っ張ってここに引っ掛けると、これほらストラップがねこうやって飛びるんですよ。これ両サイドから出てれば、ここが両サイドストラップ出るんですけど、こういう風にやってるとストラップつけたままで収納ができるという感じですね。基本的な使い方はこういう使い方だと思うんですよ。この商品ですね、その伝統の技術と最新のテクノロジーで作られているっていうのがホームページで歌われていました。その伝統的な製法があるからこそ、こういう伸び縮みする素材が作られるみたいで、とても素晴らしいプロダクトだなと思います。でここに&GO って書いてあるんですけど、この裏側がねこうやってほつれてるように見えるんですって。商品を伸ばした際にロゴの部分の糸が抜けない余裕を作っているから、こういう風になってますよっていうのが注意点でありました。あとこれすごいのがね、洗えるんだよね。洗濯してアイロンがけするとこの伸縮性が復活するらしいっす。それでね、似たような機材ってあるじゃないですか。こういうやつですよ。これも同じくこうカメラをくるんでね、こういう風にできますよっていう機材です。なんですが、ちょっとでかいんですよね。だから小さい機材だろうが大きい機材だろうが、
どっちにも対応するためにまあこういう風に大きく作ってるっていうのが実情ですよね。でところがアンドゴーですよ。こいつはめちゃめちゃ伸びるんですね。すんごい伸びるんですよ。すんごい伸びる。でこの機材はあのクラウドファウンディングでスタートしたのかな。でなんかデザイン賞を受賞したりとか、まあ、このコンセプトムービーを見ていただければ、まあ、大体どういう風に使うのかなっていう風に思う、分かると思うんですけど、まあ、私の撮影でどんなところが役立ったのかっていうのをここからお話ししたいと思うんですけどね。結構なんか包むのに困るものってあるじゃないですか。例えばこれショットガンマイクっていうなんか指向性の強いそのある一点ところから音を拾ってマイクなんですけど、これね、いつもね収納に困るんですよ。でこれもねアンドゴーにを使えばもうこれも簡単なもんでして、この包みちゃった、これでスポーンとどこに入れてもいいっすよね。これね、撮影で使う機材って必ずしもこうなんていうか平坦なものばかりじゃないじゃないですか。こうやってゴツゴツしてるねこういうやつとか、まあ、こういう一脚もそうですよ。丈夫になるのはいいんだけどめっちゃゴツゴツするんですよ。これもなんか収納しづらいんですけど、アンドゴーさんにかかればはいこの通りでございます。はいですね。で例えばこれですよ。これ配信用 Wi-Fi リーダーって書いてあります。これはライブ配信で使っているその Wi-Fi とかカードリーダーとかケーブル類が一式入ったポーチになります。このポーチもさ、要はなんかそのスペース的には上手に使えてるわけじゃないんですよね。でこれ何入ってるかちょっと見せてきましょうか。バッテリーでしょ、ポケット Wi-Fi が入ってます。 LAN ケーブル、何かあった時の HDMI ケーブル、 iPhone から HDMI 出力をするためのケーブル、USB-A から B、USB-A から C のケーブル、これはライトニングケーブル、iPhone のライトニングケーブル、それからイヤホンが、スマホ用のイヤホンと、それから通常のイヤホン、あとはこれは、Type-C to Type-B の USB ケーブル、Type-C、Type-C のケーブル、MacBook を充電するアダプターと、MacBook と接続する、カードリーダーですね。ということで、そんなものをこの中に入れていたんですけど、さてここで登場するのはこのアンドゴーですよ。一番その小スペースでかさばることなくカメラバッグの中にこう詰め込めるだろうという話なんですね。でこれちょっと入れてみましょうか。どう入れる？さすがになんかケーブルと本体とで分けた方がいいかな。カードリーダーとか Wi-Fi 本体はこの中にあります。でこのケーブル類ですね、ケーブル類はまた別のこのちっちゃいやつにしましょうか。はい、入りました。このケースに入ってたやつがこうなったわけですよ。これものすごくサイズダウンじゃないですか。でこのサイズをバコッとカメラにバッグに入れるってことはこれだけの幅がないといけないですから。でもこれだったらさ、そのカメラバッグの隙間とかにこうサクッと入れられると思うんですよね。ということで、このアンドゴーを使うと収納が楽になる、でコンパクトになっていろんなところに持ち運べるようになるっていう、ライブ配信でいつも使ってるブラックマジックデザインの ATEM mini ですとかミキサーですよね、音声を配信するための AG03 っていうミキサーとか、まあ、そういうのも入るんでいろんなものがこれコンパクトにできるという感じなんですね。よいしょ、はい。この間実際私が撮影で持っていたカメラバッグなんですけど、ただこれ中身お見せしましょうか。反対の方いいかな。はい、こういう感じで収納しております。私の撮影ってこう一つのことを撮影するために行くっていうのはまずなくて、これ撮影に行くけどついでにこれもやってこれもやってみたいな感じにいつもなるんですよ。だからね、結構、そのために持っていく機材とかカメラとかレンズとかがやっぱ用途が違ってくるので、そこの何ですかね、管理というか収納がいつも苦労しているんですね。
この時の機材に関しては、まずこれ動画撮影用ですね。こう星空の動画を撮影するときに、まあ、このカメラ α7S3 を使ってて、レンズがここにあるね、トキナーさんの、20mm の F2 っていうレンズを使ってます。今タムロンさんから、この28-75の F2.8 ってレンズを借りてって、それで使用するこの α7S3 ですね。これグーパスさんから借りてるんですけど、まあ、自分の撮影というかタイムラプスというか、やっていくときにさ、この GFX を使ってるんですね。でこの GFX ってさ、ボディがめちゃめちゃでかいんですよ。でレンズもでかいんですよね。だからいつも困るんですよね。ただ最近ね、買ったレンズで、ね、ここにあるんですよ。これ TTR チザンの 11mm の F2.8 っていう魚眼レンズなんですけど、これ結構 GFX で使う分には小さめなんですよね。あとここに入ってるこれは、これマイクですね。ロードのワイヤレス GO っていうすごくメジャーな、ワイヤレスのマイクなんですけども、これだけ使うってことはなくて、こういう私はこういうステレオマイクか、ステレオラベリアマイクとかを使ったりとか、あとその他にケーブル類とかもこの中に一緒にしてるんですけど、一応純正でケースついてくるんですよ。ちっちゃいんですよね。でもこれだとその他に自分が使う用途のやつも一緒くたにしてこうやって入れられるっていう。これはフィルターが入ってますね。これ H&Y のフィルターが、マグネットのフィルターが入ってます。これ H&Y のフィルターはこのタムロンの 67mm 系のレンズに結構フィットするんで、こういうタムロンさんのレンズを使うときは結構このフィルター愛用してるんですけどね。でここに入ってるのはこれモニターですね。モニター、こういうモニターも専用ケースってないから自分で用意しなきゃいけないし、でこれに合ったケースってなかなか見つけるの難しいんですよね。実際これだけ使うっていうわけじゃなくて、これバッテリープラスあと HDMI ケーブルとか必要じゃないですか。そういうのを一緒にこの&GO で包んでおいて、ここにスポットを入れていたと。でこの HDMI ケーブルを一緒にこういうふうに収納していたというのがここに入ってました。でこの空いたスペースにですね、こういうモバイルバッテリーを入れていて、でここのトキナーさんのレンズの上にこのフィルターがちょっとスペースで入るので、こういう風に入れることってあるじゃないですか。でもこれ裸のままだとこっちに傷ついたりこっちに傷ついたりするから何かでくるみたいんですけど、そういう時ほんとちょうどいいんですよね。でこれがマイクですね。これはマイクをここに入れていましたと、まあ、こんな感じにしておきましょうか。このレンズを入れたいけどどこに入れようかって考えた時に、あ、ここ空いてんじゃんみたいな感じですね。積んじゃいました。こうやってやってここに入れたんですよ。全然安心感違いな、これね。全然安心感違うんですよ。これで動画、写真、タイムラプスといろんな用途に分けて持ち運ぶことができるようになったということで、なんかこう隙間があるけど、その隙間に上手にこうあれ入れたい、これ入れたいって時にめちゃめちゃ重宝するんじゃないかなっていうのが自分が使ってて感じた&GO の印象でございます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ私みたいにカメラやってる人だけでなく、動画撮影してる人にも、ライブ配信する人にも、あと見た目が可愛いんで、なんかうちの奥さんでもこれなんか楽しく使えそうだなみたいな感じがします。私はこれ結構気に入ったで、気に入りました。これからいろんなことに使おうと思います。はい、というわけで今日の動画は以上になります。商品のリンク先は概要欄に貼っております。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。